赤毛の案は、カナダの作家 L.M. モンゴメリーが1908年に発表した長編小説。特に児童を対象に書かれた作品ではないが、この数十年は児童文学とみなされている。現代のグリーン・ゲイブルズは案が住むことになるカスバート家の野号であり、直訳すると緑の霧妻屋根という意味になる。モンゴメリーが案の要望のモデルとしたイブリンネスビット。当時アメリカで人気だった。 コーラスガールデーのモデル。モンゴーメリは新聞記事で読んだ男の子と間違えて女の子を引き取った夫婦の話に着想を得てこの作品を書いた。彼女はプリンスエドワード島の田舎で育った自身の少女時代も作品に投影した。個人院暮らしだったアンシャーリーが11歳でアボンリーのカスバート家に引き取られてからクイーン学院を卒業するまでの少女時代5年間を 描いた赤毛のアンは人気作となり、モンゴメリーは案を主人公とする続編や周辺人物にまつわる作品を多数表している。モンゴメリーはイブリン・レスビットの写真を雑誌から切り取り、書き物机の上に貼り、主人公、アン・シャーリーのモデルにした。また、モンゴメリー自身、早くに両親と離れて祖父母に育てられたため、アン同様、 孤独で理解されない子供として育った経験を持つ。第一作、赤毛のアンほか、シリーズ前作には、ウィリアム・シェイクスピアやイギリス、アメリカの詩、聖書の句が多数引用され、原点を知っている人なら、簡単させられる。赤毛のアンを読んだマーク・トウェインはモンゴメリに、1908年10月3日付で、ザ・ディアレストモーストムービングモーストディライトフル。 チャイルドシンスザイモータルアリスと絶賛の手紙を送った。これはその後の案の宣言コピーとして使われることになった。なお、赤毛の案は最初にモンゴメリーが複数の出版社に原稿を持ち込んだ時はすべての出版社で出版を断られたので自宅の屋根裏部屋にお蔵入りしていた時期が数年ある。年月を経てモンゴメリーが本作を読み返し、 面白いのでやはり出版すべきであると思い直し、出版社に再度交渉すると、今度はトントン表紙に進展したという、プリンスエドワード島の村、アボンリー。独身のマリラとその兄マシューは、個人から男の子を養子に迎えることに決める。だが約束の日、駅に降りたのは、アンシャーリーという11歳の赤毛の女の子だった。マリラはアンを繰り返そうとするが、 明るくおしゃべりがアンに心を動かされ彼女を引き取る。アンは同い年のダイアナと親友になり、地元の学校に編入。そこでギルバートに髪の色をからかわれ、石板を彼の頭に打ち下ろすという騒動を起こす。アンは学校を辞め、留守番をしている間に、ダイアナをお茶会に招待するが、ラズベリー水と間違えてすぐり酒を飲ませてしまう。ダイアナの母親は激怒してアンと娘を絶好させる。 失意の案は、投稿を再開し、勉強に打ち込む。冬のある夜、案の家に、ダイアナが飛び込んでくる。両親のルースに、ダイアナの妹が熱を出したと聞いた案は、ダイアナの家で、一晩中看病をする。ダイアナの母親は案に謝罪。案は、ダイアナとの交友を許される。想像力豊かな案はその後も何かと騒動を、起こすが、周囲からは慕われ。 頑固なマリラも心を許すようになる。アンはギルバートたちとクイーン学院に進学し、教員資格取得を目指す。アンは成績トップで奨学金を獲得。クイーン学院卒業後は、レッドモンド大学に進学を決める。だが、マシューが銀行倒産の新聞記事を見て、ショックで倒れて急死。目が悪くなったマリラは、グリーンゲイブルズの家を売りに出し、知り合いの家に身を寄せることを考える。 アンは、大学進学を取りやめ、隣町のカーモディの教員になることを決意、アボンリーの教員に決まっていたギルバートは、学校理事会に掛け合い、アンに、アボンリーの仕事を譲る。アンはようやく、ギルバートと和解し、グリーンゲーブルズで満ち足りた夜を迎える。アンシャーリー髪の色、赤毛、目の色、緑がかった灰色とても痩せていて、青白く、そばかすだらけの顔をしている。 自分の赤毛に劣等感を抱いている。そのため、自分のことをカラスの羽のように見事に真っ黒な髪に、スミレ色の瞳、顔色はバラの花びらのようで肌は透き通るような造毛色、目は星のように輝いており、名前はレディー・コーデリア・フィッツ・ジェラルドだと思うようにしている。誕生月は3月、想像力豊かでおしゃべり好きな女の子、美しくてロマンチックなものが好きで、 美しいものには名前を付けたがる。しかしどこか、悲観主義者であり、自分がとても不幸に感じたり、それを演じたりするが、大概マリラに咎められる。正義感が強く、と批評子のない答えを出す。なぜ人をいじめるの変わっていることがいけないのと発言し、周りを驚かせる。ノばスコシア、ボリングブロークの小さな黄色い家で生まれた、父は、 ウォルター・シャーリーでボリングブロークの高校教師。母はバーサ・シャーリー。アンは両親について名前が素敵でよかった。父がジェデダイアみたいな変な名前だったらすごく恥ずかしいと物語の中で語っている。両親とも世間知らずで教会に住んでいる。ネズミのように貧乏だった。痩せっぽっちで小さく目ばかり大きい見たこともないほど醜く生まれたアンを母は こんな美しい子は見たこともないといい可愛がったが、アンが生後3ヶ月の時に熱病で死亡する。父も4日後、同じ病気で亡くなる。両親の死後、残された孤児のアンを誰も引き取りたがらなかった。両親ともに出身地が遠く親戚も一人もいなかったため、シャーリー家のお手伝いに来ていたトーマスのおばさんが仕方なく引き取るが、トーマスおばさんのところもとても貧乏で、アンより、 年下の子供が4人もいたため、アンは子供の世話をさせられた。その後ボリングブロークからメアリーズビルに引っ越し、そこで暮らしていたが、8歳の時、トーマスのおじさんが記者に惹かれて死に、おじさんの母がおばさんと子供たちを引き取ることになったが、アンの引き取りは拒否された。アンが子供の世話ができるとわかると、川上の方に住んでいるハモンドのおかみさんがアンを引き取ってくれた。 ハモンドのおじさんは、川の上流の森を切り開いたところで、小さな製材所を営んでおり、アンは切り株に囲まれて過ごすことになった。続けて、双子が三回も生まれ、子供が八人いた。そこで二年と少し暮らしたが、ハモンドのおじさんが死んでしまったため、おばさんは親戚に子供をばらまいて、アメリカに行ってしまった。アンは、ホープタウンの孤児院に行った。 超満員の孤児院は案を引き取りたがらなかったが、引き取らないわけにいかず、マリーラとマシューが孤児院から男の子を引き取ろうと決心するまで、そこで4ヶ月暮らした。15歳の都市クイーン学院にギルバートと同率1位の成績で入学、翌年大学への奨学金を取って卒業。しかし、大学には行かず、マシューを亡くしたマリーラとグリーンゲーブルズで暮らす道を選ぶ。続編では、 2年間アボンリーの学校で教え、レドモンド大学に入学。4年後、22歳で卒業。その後、3年間サマーサイド高等学校の校長を務める。25歳で、ギルバート・ブライスと結婚して、7人の子供、ウォルター、ダイアナ、アン、シャーリー、バーサ・マリラができるは、生後1日で死んでしまったので、実際に育て上げたのは6人。マリラカスバート・アンの養母。 カスバート家の長女、マッシューの妹、背が高く痩せており、くよかさがない。白髪が見え始めた黒い髪を後ろで小さな曲げに、まとめ、針金のヘアピンを2本刺している。世間知らずの頑固者で、あまり笑わない。非常に厳格で働き者、現実主義者で、アンの夢物語に呆れたり、しっかりとした女性に育てようとする。男の子が欲しかったなどアンに冷たい人物に、 見られがちだが、案が、無実の罪で周りに責められ、孤児院だからと言われた際に、誰よりも激怒死案の純粋さを主張した。日頃寡黙なマシューが珍しく自己主張をしたときは、最大限従わなければならないと心得ている。人に教訓を与えるのが好きで、子供を育てるからには口を開くごとに教訓を垂れなければならないと信じている。すぐり酒を作る腕は、プリンスエドワードと一と、 定評がある。マシュー・カスバート・アンの養父カスバート家の長男。アンを引き取った時は60歳。心臓が悪い。体つきが不格好で、白髪混じりの黒い髪を猫背の肩にかかるほど伸ばしている。レイチェル・リンドと妹のマリラ以外の女性を恐れており、女性という不可解な生き物に笑い物にされている気がして落ち着かないという、非常に内気な性格をしている。 父親も同じく内気な男性で森の奥に引っ込みたかったがそうもいかないので村から離れた場所を選んで家を建てたそのためグリーンゲーブルズは他の家が仲良く立ち並んでいる街道からはほとんど見えない普段はマリラが不潔だと嫌がるので控えているが精神が不安定な時にタバコを吸うその時はマリラも見て見ぬふりをしてくれるアン16歳の年の夏自分が 全財産を預けていた銀行が倒産したという記事を読んでショックし、65歳没、レイチェル・リンドア・アボンリーの村を通る街道が丘を下っていったところにある小さな窪地に住んでいる。主婦としての素晴らしさは、折り紙付きで日常の家事をこなすどころか人並み以上にやってのける。村の裁縫の集いを切り盛りし、日曜学校の運営に手を貸した上、 教会婦人会や国外伝道講演会の幹部でも、ある、10人の子供を育て上げた。自宅の窓辺に座り、外を通るものすべてに目を光らせ、おかしなものや場違いのものが目に入ったが最後、それがなぜなのかをはっきりさせるまでは、気が済まないという詮索好き。自分が人に正直であることを自慢に思っている。続編では、夫のトマスが死んでから、マリラと一緒にグリーンゲーブルズに住む。 ダイアナバリー髪も目も黒色。ふっくらとした体型で、バラ色の方をしている綺麗な子。明るく楽しそうな表情は、父親に、目と髪の色は母親にである。アンと出会った当時、アンより一チ背が低かった。誕生月は2月。アンと同い年、沼の近くの斜面にあるリンゴ園の奥の小さな灰色の家に住んでいる。アンと出会って間もなく、親友となる。ダイアナという名前について、アンは、 文句なしに素晴らしいと言ったがマシューはあまりキリスト教徒らしくない名前だと苦言を示したこの名前はダイアナが生まれる時に部屋を貸していた学校の教師につけてもらったものである口を開く前に必ず笑う子で本を読むのが大好き続編では フレットライトと結婚する。バリーの奥さんが身も目も黒色。背が高く、意志の強そうな口元をしている。ダイアナの母親。子供の育て方が厳しいと評判。ギルバート・ブライス・アンより3歳年上。背が高く、茶色の巻毛には芝、紅色の瞳。4年前、父親の病気のためアボンリーを離れ、その間学校に行けなかったため、アンと同じクラスになった。学校に復学して、 早々に、アンの赤毛をからかって、人参と言ったため、アンに、石板で頭を叩かれた上、その後数年間口を、聞かれなくなった。その後アンとは、成績トップを争う仲になる。18歳の年に、クイーン学院にアンと、同率1位の成績で入学。翌年に、金メダルを取って卒業。アボンリーの教員に内定していたが、アンに仕事を譲り、和解した。続編では、 二年間ホワイトサンズの学校で教えて、二十歳でレドモンド大学に入学。四年後、レドモンド大学卒業。医学生になり、三年後に二十七歳で卒業。二十五歳で、アンと婚約。二十八歳で、アンと結婚。アンの家のモデルになった、モンゴメリーのいとこの家アンの家のモデルになった、モンゴメリーのいとこの家の中放題の赤毛のアンは、 村岡花子が初砲薬を手掛けた時に付けられたものである。村岡は教文館の同僚、カナダ人選挙史密賞が選挙区から1939年にカナダに帰る際に現象を渡された。当初、村岡は窓辺による少女という題を考えていたが、観光する三笠書房の編集者、小池義隆が赤毛の案という題を提案し、 当時の社長の竹内道之助が村岡にこれを伝えた。村岡はこれを一旦断るが、これを聞いた。村岡の娘の緑が赤毛のンという題に賛同し、これを強く押した。このため村岡は娘の緑のような若い読者の感覚に任せることにし、赤毛のンという放題を決定した。しかし、こうして刊行された赤毛のンの表紙に描かれていたのは、どう見ても、 金髪の少女であった。なお、イタリア語訳の題名も、赤毛の案を意味するアンナダイカペデーロッシュとなっているが、これは、翻訳書の観光よりも先に、日本のアニメ作品がこの題名で、イタリア国内で放送されたことが影響していると、考えられている。各タイトルは、村岡花子役に準拠する。一般に、赤毛の案から、案の思い出の日々までの9冊の本を、アンブックスと呼ぶ。 アンブックスをより狭い範囲に呼ぶ場合もあるが、9冊の本はアンを主人公とするか、純主人公とするアンの物語である。これに対し、追加の2冊は短編集でアボンリーの村を舞台とし、アンの物語と同じ背景設定であるが、大部分の作品はアンとは直接に関係していない。総じて題名が示す通り、アンの周囲の人々の物語である。なお、 4冊目、アンの幸福の現代は、イギリス版とアメリカ版で異なり、イギリス版は、アン・オブ・ウィンディー・ウィローズ、アメリカ版は、アン・オブ・ウィンディ・ポップラースで、内容も少し異なる。アンの作者ルーシー・エム・モンゴメリーの墓蒸気の2作品は、いずれも現代は、アン・オブ・グリーン・ゲーブルス、ベニスズメは、日本では1935年に公開され、当時、日本では、 原作が未だ刊行されていないためこのタイトルとなった。ケビン・サリバン脚本作品、編集カナダ ITV 制作作品、編集1964年に、カナダでノーマン・ギャンベル等によって制作、初演。1969年に、イギリス、1970年に、日本、1971年に、アメリカ合衆国で、それぞれ上演された。 代表的なミュージカルナンバーは、アイスクリーム。日本では、劇団四季が断続的に上演。他にもエステー主催で毎年8月に、全国で上演しており、暗躍はこれまでに、山川えりか、香原ともみ、島谷ひとみ、神田さやか、高橋愛、上白石萌音、ね、上白石萌香、か、宮間カレ田中玲奈が務めている。また、国連クラシックライブ協会が主催の、 生命のコンサート音楽劇としても上演されている。近頃では海外公演も行われている。なおミュージカルでない純粋舞台劇としては日本では唯一劇団エンゼルのみが上演可能で、ここが主催する舞台、赤毛の暗緑屋根の朝マイナスではかつてアニメでアンを演じた山田栄子がマリラを演じている。2001年に赤毛のアンの現代である。 アンオブグリーン・ゲイブルスの商標登録を認められたサリバンエンターティメント・インターナショナル・インコーポレー・鉄道社に対し同カナダのプリンス・エドワード・アイランド州が一部商品についての登録無効の審判を2004年に特許庁に請求し翌年無効申決を得たこれに対し上記サリバン社はこの無効申決の取り消しを求める裁判を起こしたが日本の知財交際は申決は 原告が、本件原作者の遺産相続人、被告、後期アンオブグリーン・ゲーブルス、ライセンシング・オーソリティ・インクラの承諾を得ることなく、本件商標登録を行ったことは、これらのものとの審議誠実の原則に反し、音頭を書くものであり、かつ、本件商標を我が国の商標として登録することは、被告を含むカナダ国政府との間の国際審議に、 反するものであると判断し、本件商標登録は、商標法4条1項7号に違反し、無効であるとした。とし、これを知りけた。ありがとうございます。